はい、こちらの裏面も考えていきます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今週も張り切って編んでいこうと思います。いや、こちらね、こちら、はい、100円ショップで買いましたパティシエという糸なんですけれども、この一玉分使って、はい、編みました。これ一応ね、今クッションカバーを作ってる最中なんですけれど、小さめです。小さめのクッションカバーを作っておりまして、でこれ一玉分、まあもうちょっとまだ残ってはいるんですが、だいたい一玉分ぐらいでこのぐらい編めましたね。まあ、前回の編み方のまんまですね、繰り返して模様編みを繰り返しているだけなんですけれども、全体でこの交差編みが入っている部分が 5個ですね、5回出てきた、そんな編み地になっております。一応ねかっこ悪いですけど、一応40目スタートです。40目鎖編みで40目スタートで、で裏山を拾って細編みをしてっていうので、まず細編み2段から始まりまして、まあ模様編み、交差編みが入った模様編みをして、でうね編みを3段して、で模様編みして、うね編みしてって、この模様編みの部分ですね、これが5個出てくるように編んで、最後細編み2段したところでとりあえず止めておいております。で今日はこれの、まあクッションカバーにしたいので、これの裏面ですね、裏側の模様編みを編んでいこうと思うんですが、その前にね、このまんまね、だいたい今このままこっち30センチ、縦も30センチの四角なんですが、どうしようかなと、このまま四角いまんまでいくべきか、縁を編もうか今悩んでおります。このまんまね、よいしょ、鎖編み3目編んでくるっと回して、ずっと横に、よいしょ、まず長編みを編んでいこうと思います。まあ、とりあえず端っこまで細編みを、長編みをしまして、で、それを縁ということにしてかな、一緒できるとは思うんですけど、で2枚目を編んで、2枚目も縁を編んでっていう時に、この表のこちらのやつと一緒に編めたらいいなと思っております。こう角っこまで編みましょう。でここですね、一番最後の目を、よいしょ、長編みしたら同じところにもう2目ぐらいかな、もう2目編みまして、じゃ曲がってきます。曲がってきたら今度この、まあ、縦のラインですね、あと2目ぐらい編もうかな。そうすると全部でこの中に5目長編みが入ることになって90度曲がってきます。で曲がってくるので、あとは今細編みこれ2つ編んでるので、この下の細編みも側面ですね、横ですね、足拾って長編みで、これ次長編みの長さなので、ここには長編みを3つ、次も長編みを3つですね、足を拾って長編み3つ編みます。目を割ってもいいけど、割らなくても大丈夫かなと。長編みのところには長編み3つですね、長編みの足を拾って長編み3つで、次は細編みというか、まあ筋編みなので、うね編みなので、まあ細編み1つと考えて、はい、1段につき長編み1個ずつで計3段編んでますので、長編みが3個編めるかなと思います。ちょっと角っこ的なものができるんじゃないかなと。でこれをぐるっとね、4つ角作ってぐるっと編んでいって1枚おしまいということにしたいと思います。でこれが編み終わったよってなったら、次ですね、裏面の方、多分糸ね足りると思うんだけど、大丈夫かな、足りなかったら怖いなこう、まあ大丈夫でしょう。はい、はい、で、今日は2枚目ですね、裏側
裏側を編み始めようと。ということで、作り目ですね、鎖編みで40目編んでおり、同じ幅ですね、編んでおります。で、そこから細編み2段これも変わらず編んでおります。で、こっから同じようにちょっと長編みが主体の、模様を入れていきながら編もうかなと思うんですけれど、今回考えているのが、なんだろう、俗に言うなんだろう、アーガイル模様、なんていうの、ダイヤ型に模様が出るっていうやつを編みたいなと思いまして、で、全部で40目なので、こう全部10、10、10、10って10が4つじゃないですか。その真ん中の20目、真ん中の20目使って、この中にこうダイヤが出てきたらいいかなという感じで編んでいきたいと思います。なので、ここから鎖編み3目ですね、鎖編み3目編んで、ちょっと待って、はい、はい、鎖編み3目編んでくるりんします。くるりんして、まずは10目長編みを編んでいきます。さっきからね、いろいろ考えてはいるんですけど、真ん中からこう行くのではなくて、ここ間20目あるんですけど、ここから最初はちょっとしぼんでて、真ん中ここら辺を割り出して、そこからまたこう行くっていう感じにしようかなと思います。なので今10目編みましたけど、ここから模様編みに入ります。ということで、どうしよう、まずここで1個目2個目2個、長編み編みまして、3個目で、3個目の時に長々編みで、ここ下ですね、ここの編み1個2個3個目3 2個手前ですね、ちょうど2個手前の細編みの足を手前から拾って、よいしょ、あ、三つ巻きの方がいいかな、はい、1、2、3、三つ巻き長編みで、ちょうど今ここ本当だったらここ編むところですけど、この細編み編むとこですけど、この後ろ2つ後ろ取って、ここに、よいしょ、よ、まず みかんの三つ巻き長編みを1個、もう1個かな、同じところ、細編みの足なのでね、ちょっと小さいんで拾いづらいかもしれないんですけど、次からはね、長編み拾っていきますのでいいかな。はい、今三つ巻き長編みのみかんを2つ作りました。で、本来ここに編もうと思ってた部分があるんで、そこを普通に長編み、みかんの長編みとして拾って、この3つですね、三つ巻きで普通の長編み、この3つをまとめてしまいます。そうすると線ができると。で、普通にちょっと長編みを、はい、じゃあ次普通に長編みを編んでいきます。ちょっとね、どのぐらいの角度でね、このポコッとした線をね、出せばいいのかがちょっとわからなくって、今試しにやってるような状態です。はい、来ました。とりあえず3つ前ですね、ここまでで20目っていうところの2つ前、ここに、はい、まずみかんの長編み1つ、はい、で、この目を拾って、よいしょ、みかんの三つ巻き長編みを2つ引き上げ編みで、よいしょ、作ります。だ、この3本をいっぺんに合わせて、で、この後ろですね、今度この後ろの方から普通に目を飛ばさないでですね、
目を飛ばさないで長編みしていき、まあ、たまにはねこんなシンプルな模様編みってのもいいかなと。はい、そしたら両方にとりあえずこうちょっと線ができました。くるっと回してちょっとこの一段何も考えずに細編みしましょう。細編み細編みで、ここからはいまた鎖編み3目して、よいしょ、はい長編みを編んでいきますと。で今ここね線が斜めに入ってるの見えると思うんですけど、ここからさらに2つかな2目横にずれて、よし、まずみかんの長長三つ巻きか、みかんの三つ巻き長編みの引き上げ編みを作るにあたって1回目はこの1個目ですね、右側の1個目の方を取って、よいしょ、はい、みかんで、もう1個も3つに3つかけて、もう1つの方も取って、よいしょ、そうすることですごいなんかとても長い2本ができます。これの方がかっこいいかな。で普通に長編み、はい、じゃあ次のここと1個飛ばして、ここだな、ここで同じように引き上げ編みをしたいので2個進みたい、1個ではなくて2個進んで、なのでここで、はい、まずは三つ巻き長編み、三つ巻き長編みで1個だけですね、1個だけ取って、みかんの三つ巻き長編みでまた3つ取って、もう1つも取って、よいしょ、三つ巻きにしまして、で今編む予定だったところ取って長編みのみかん、この3本ですね、この3本取って普通にまとめちゃいます。であとは普通長編みをしていく。でこう線がちょっとここボハッとしちゃったけど、こうやって線ができます。これこのまんま行ってもう一段ってやって、こうちょっと交差させるか、それとも折り返してこういくかで模様が作られていくかなと思います。このまんまいてこう交差させてっても楽しいかもしれない。でまたここはね今模様終わったので細編みで1段で、裏から見れば、目が欠けておりません。全部編んでるので、ちょっとミチッとしてるのでいいんじゃないかなと。あんまりこう中身が見えないというか、中綿がそこまで見えるような編み地ではない。今回結構ねミチッと小さめのクッションカバーで中ミチッと冷たい、ちょっと大きめのクッションカバーをミチミチ、こうぎゅうぎゅうに入れて、ちょっと固めというわけじゃないですけれども分厚いものになったらいいなと思ってますので、あまり隙間がないように編んでいこうと思います。なんか結び目が出てきたよ。ちょっと結び目こう裏面にね来るように調整、ちょっと力加減調整しながら編みましょう。こういうのがちょっと困りますね。はい、で1,2,3目でくるっと回って、はい、来ました。はい、で今ここの1から1個2個ですね、2個ずれたところに、からこうやりたいので、まず2個、ここは普通に1個編んで、次ですね、次ここでよいしょ、まずみかんの長編み、そしてはいこの三つ巻きの足を1本ずつ拾って、よいしょよいしょ、はい次のも拾って1本ずつ拾って全部まとめる。
長くなってきました。で、あとは普通に長編み、次ここのここです2個。本当はここ今編んだ目がここどこ今編んだ目ここだな、こことここ2個手前ですね。2個手前に来たらまずは、はい、よいしょ、三つ巻き長編みのみかんをそれぞれ1本ずつですね拾って作って、で最後にこちら側後ろの方ですね、後ろの方で今編む目を拾って長編みのみかんを作って全部ひとまとめにしますと。はい、こういう感じで模様を作っていこうと思います。だからこ次はって言ったら、ここからここの目を編んでたんで1個2個ここです。こちらも1個2個ここですっていう風に編んでいこうかなと思います。こう来たら次はこっち側っていう風に、こう引き上げ編みをするね方向を変えていけばジグザグと模様になっていってっていう、そういうものができればいいかなと思います。でこの糸のいいところは段染めなので何にも しなくてもというか、ただただ普通に編んでるだけで色が変わってってくれるので、まあそれだけでニュアンスが生まれていいかなっていう感じですね。もうちょっとで白い部分終わりますので、細編み編んで次の段これを編む、この模様のところ編むっていう時に色が変わってくんじゃないかなと思います。まあ編み方は至極単純ですので、ささっと編み図書いていきましょう。一応編み図書きました。で一番最初40目ですね、40目で鎖編みで、そこから細編みを2目編みまして、次から模様編みということで、まあ40目のうちこれ真ん中の20目分ぐらいしか書いてないんですけれども、端っこから10目ぐらい普通に長編みしてきまして、こう戻るから最初に、この右側からね編んでいって最初に到達するこっち側ですね、傾きがこうの時、こうの時は最初に、こっちですね、こうの時は最初にみかんの長編みがつきて、次にみかんの三つ巻き長編みが2回くるって感じで、傾きがこうの場合ですね、こうの場合は、最初に、三つ巻き、長編み、二つが来て、最後に長編みのみかんが来る。で、これを一つにすると、綺麗に出るかなと思います。で、今回は傾きというか、この、線のね傾き加減は2つ分2つ間隔ですね。で次の段は細編みでまた元に戻っていきます。で次、はい、また長編みを編んでバーッと編んでいく時にここで模様を作っていくという感じで、ちょっとこう長編みと細編みが交互に編んでいって、でその長編みの時に長々編みの引き上げ編みを入れて、長々編みじゃない、その時に三つ巻き長編みの引き上げ編みを入れていって線を出しましょうっていう、ただただそれだけです。だからこの線のね方向数とかをいろいろ増やせば、複雑に増やせば複雑なダイヤの形がボコ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 できるだろうし、ね、今回私はこう大きいドドンドドンと大きいものしか考えてないので、真ん中にね来ればいいかなとは思ってやっております。これ細かく細かくしたらほんと細かい模様になるだろうしっていうことで、まあちょっと秋の夜長というか、もう秋もすっかり終わりそうなぐらい、もう紅葉多分今月、もう今週末、先週末もう見頃って感じだったんで、もう今週からまたもうあっという間に冬になってくんじゃないかなと思います。うん。急いでって、これはね、急いでいるわけではないので、のんびりと。のんびりとのんびりと秋の夜中に
編んで完成させたらいいかなと思います。だからもうちょっとですね、もうちょっとで、クッションカバンの方も1個出来上がってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあそれではまた今週もね楽しく編んでいきましょう。次ね何編もうか本当今悩んでおります。本当悩んでる。コーン巻きの方ね、1キロのコーン巻きの方は今ねリビングのとこに持ってってるので今撮影場所のここにはないんですけれど、まああれね移動ができないんですよ、コーン巻きが1キロあるから持ち歩きもしない。だからもうほんとリビングの片隅で置いといてソファーに座ってやる時にっていう形でございます。はい、それではまた次回ですね、次回また違うもの編んでいこう。多分これはまだ、ね、まだ出来上がらないと思うんですよね。今週末まで間に合えばいいんですけれども、次回の撮影までにはちょっと間に合わないと思いますので、また違うもの編み始めようと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。本当に寒くなってきたので皆様冷えないように、冷えは大敵でございます。気をつけてあったかくしましょう。それではまた。じゃあ。